2018-2019ISU グランプリファイナル及び 2018-2019ISU ジュニアグランプリファイナルは2018年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2018-2019ISU グランプリシリーズの決勝大会及びジュニアクラスの 2018-2019ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会。 2018、2019ISU グランプリファイナル、2018、2019ISU ジュニアグランプリファイナルは、それぞれ2018から2019年シーズンの ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリファイナルで、2018、2019ISU グランプリシリーズ及び2018、2019ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会である。 シニア及びジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2018年12月6日から9日にかけてカナダバンクーバーのダグ・ミッチェル・サンダーバードスポーツセンターで行われる。成績上位6名が出場する。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ一家の賞金が与えられる。競技後のエキシビションには 競技用とは異なる適切な小ナンバーで参加しなければならない。違反した場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000ベドルが、ジュニアグランプリファイナル出場者は、賞金から1000ベドルが差し引かれるとされた。ありがとうございます。